地方自己破産者急増。銀行のカードローンはどこに問題があるのか。自己破産をする人が増えています。最高裁判所の発表によると、2016年の個人の自己破産の申請件数は 64,637 件で、前年比 1.2% 増となっており、13年ぶりに増加しました。個人の破産申請は、1990年代後半に急増し、03年に 242,357 件とピークに達した後、翌年から12年連続で減少していました。それにはどのような理由があるのでしょうか。日本弁護士連合会、日弁連は、銀行のカードローンの過度な貸し付けが問題だと指摘しています。銀行などによる消費者向け貸し付けが急激に増えており、カードローンなどの残高は、2013年3月時点では3兆5442億円だったものが、2016年3月には5兆1227億円と、短期間で急増しています。引用 http://www.投信-1.jp/articles/3695 ネット上の声。だいたい人口の数パーセントはもともと金勘定が苦手な人がいる。規制の対象にするべきだろう。マイナス金利であれば別かな。対象になってない方がおかしい話、誰の利権かな。いっそのこと、もっと金利下げるって手もあるよね。銀行ならできるし。消費者ローンとか闇金融は知らん。ドル箱だった消費者金融を印籠持ってことごとく銀行が囲い込んだからね。リテラシー低い個人に金なんて貸すとこうなるんだよな。貸す側も借りる側も問題がありますが。韓国ドラマ銭の戦争を見ながら、借金の恐ろしさを勉強しております。引用。http://angrimeetom.blog.fc2.com/blog-entry-4392.html